ランです。今日はガーベラの花をイメージしてピアスを作ってみたいと思います。今回は花びらをいつもよりもたくさん作って華やかに仕上げていきたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、そして初めて今日は着色のメインとしてホワイトの色を使っていきます。いつもカラフルな透明感のある色をメインに使ってきたので、今回は初めて使っていきます。そしてお花の装飾としてゴールドのブリオンとネイル用のストーンを使っていきます。今日はこの20ゲージのゴールドのワイヤーを使っていきます。このワイヤーをだいたい5センチくらいにカットしました。今日作る花びらの形はこういったシンプルな形です。この花びらを作るのにこういった筆やペンなどのこの細い部分を使っていきます。この筆使う部分によって少し太さが違うので、今回はマスキングテープをここに貼って、ここの太さで統一して作っていきたいと思います。このマスキングテープのところに中心を合わせて親指で押さえます。で、両方をこの筆に沿って曲げていきます。これだけです。あとはちょっと大きさを調節したりして、あとカットします。少し慣れてきたら長めにワイヤーを切って、この一番先っぽからこんな風に合わせて親指で押さえながらグッと曲げていくと、こんな風に形が取れて、あとはここをこうカットしてあげると、こんな風に作るとワイヤーを無駄なく使えるので、慣れてきたらこのやり方もおすすめです。若干花びらの長さがそれぞれ少し違うので、同じ長さに全部切って揃えます。こんな感じで花びらの大きさを均等にカットしました。
今すべての花びらを白く着色したレジン液で1枚ずつランプに当てて硬化していきました。最初の花びらの色も少し透明感のあるホワイトですごく綺麗だったんですけど、今回はクリアな白ではなくってもうちょっとこう色味がしっかりとしたあの色にしたかったので、あのちょっと二度手間だったんですけど、もう一度こうコーティングをし直しました。皆さんも作るときにあまりこう透き通らないしっかりとしたあのホワイトの色が良ければ、あの最初の着色の段階でかなり白の着色剤を入れた方が、あのこういった二度手間にならないかなと思います。これで真ん中に飾りをつけていきます。ガーベラのピアスが完成しました。今回は初めてワイヤーを 1,2,3 段重ねて作ってみました。ワイヤーで作った花びらも今までの花に比べたらかなりたくさん作りました。制作時間もかなりかかったんですけど、やっぱり時間がかかればかかるほどこう手間もかかるので、仕上がりがかなり今回華やかに仕上がりました。今までビトラーユの着色剤、カラフルな色がとっても綺麗だったので、そっちをメインに使っていたんですけど、今回はあえて白一色のアクセサリーを作ってみました。白はどのお洋服にも合うので、結構これ存在感があるんですけど、合わせやすいかなと思ってます。こんな風に揺れながら、この真ん中のストーンもキラキラ輝くので、とっても可愛らしくできました。で、あの前の動画でもお伝えしたんですけど、最後のコーティングの時にこの真ん中のストーンの上にレジンをかけてしまうと、この綺麗なカットが消えてしまうので、コーティングはこの真ん中以外をコーティングしました。あと今回仕上げのポイントとして、この裏側、こっちはあえてまだつけていないんですけど、こんな風にこの真ん中の穴をレジンで埋めたので、ちょっと見た目が裏側こんな風になってしまってます。今回この周りのワイヤーをゴールドにしたので、このシルバーの透かしパーツよりはこういったゴールドの方が統一感が出て綺麗かなと思います。そして今回はちょっと作るのが大変だったので、ホワイトだけにしようかなと思ったんですけど、どうしても色違いを作ってみたかったので、ガーベラの中で一番好きなオレンジ色でも作ってみました。
ガーベラの花自体いろんな色味が出てるので、皆さんの好きな色で作っていただけたら楽しいかなと思います。そんな感じでここまで見ていただきありがとうございました。お花が大好きなので、いろんなお花をこんな風にこれからもピアスにしていきたいなと思っています。こういったピアスお好きでしたら、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また明日も動画アップしますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。